セコペケプは、オーストラリア出身のラグビー選手。ポジションはプロップ。カウンティーマヌカウに所属。1986年2月5日、シドニーで生まれる。本名は、セコペマイアミケヘプ。身長188センチメートル、体重125キログラム。ニューサウスウェールズ州のクラブラグビー選手権、シュートシールドに参加するランドウィックに所属。 トンガ人の両親のもとにシドニーで生まれ、一家はニュージーランドへ移住。オークランドのウェズレーカレッジのラグビーチームのトップチームではナンバー8でキャプテンを務め、2003年17歳以下ラグビーニュージーランド代表に選出される。2004年2005年と2年連続で19歳以下代表に選出、2005年にポジションをプロップに転向。 ニュージーランド州代表選手権のカウンティーズマヌカウ、州代表チームに入り、2005年から2007年の3シーズン、スーパー14のチーフスのトレーニンググループに選ばれるも、シニアチーム昇格はならなかった。2007年に鎖骨を骨折し、州代表チームに選出されず、オーストラリアへ戻る。2008年、ワラターズと契約。同年、オーストラリア A 代表と、 ワラビーズに初選出され、イタリア戦で代表デビュー。2011年、ラグビーワールドカップ2011の、オーストラリア代表に選出された。ラグビーワールドカップ2015終了後、トップ14のユニオンボルド・ウェグルに移籍。2019年、ロンドン・アイリッシュに加入。2021年、カウンティー・マヌカウに加入。ありがとうございます。